先月3日に沖縄地方に発表された津波警報。避難に伴う渋滞が発生したほか、こんな課題も。That announced only Japanese, so can you understand? Nope, nothing. So we have been asking around to see if there's any information. 外国人観光客への災害情報の伝達です。まあ、一緒に、ね、考えていく、課題解決をしていく機会を、ね、作っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。先月那覇市で開かれた勉強会、参加しているのは国際通り周辺の事業者などで構成された那覇町中災害情報支援チームのメンバーです。今回の津波警報発表を機に発足し、かねてからの課題だった観光地での災害情報発信について話し合います。発起人の一人、第一牧師公設市場の阿国智光組合長は、特に外国人観光客への情報発信に危機感を覚えています。市場事業所の方から組合長と、外国人観光客がかなり市場の周辺にいますので、外国人観光客に伝わってませんよということで、早く外国人の観光客に、何とかしないといけないんじゃないかということで話し合って、公設市場からの放送は周辺地域のスピーカーで聞くことができるため、情報発信の役割が期待されていました。しかし那覇市が運営する市場には災害情報を英語で伝える原稿やマニュアルはなく、市の防災無線も日本語のみ。そんな時、とっさの判断で英語で情報を発信した人がいます。 Attention, tsunami warning has been issued. Attention, tsunami warning has been issued.市場近くの飲食店で働く奥間トリーシャさん、ハワイ出身の日系人で、災害情報を発信するラジオパーソナリティとして国内外で活動した経験があります。気象庁から出されている情報を集め、2時間以上呼びかけ続けました。必ずしもみんなが Wi-Fi をね、ポータブルのものを持っていて常にアクセスがあるわけではないの で、まずはこういった警報だったり注意報が、ね、発令されてますよってことをまず知ってもらうっていうところが一番最初に大切なんじゃないかなっていうふうに感じています。ねえ、こんにちは。いつもありがとうございます。海外からの方だと、うん、この場所、なんとか公園とか言われても、うん、土地感がなくって、うん、あとはアグニさんとトリーシャさんは今、外国人観光客へ伝わる英語の災害原稿を制作しています。これをさらにこのシンプルイングリッシュっていう、英語がネイティブじゃないけれども日本語も話せない外国圏の方が分かるようにさらにするってなるとね、多くの人へ情報を伝えるためにはどうすればいいのか悩む2人。この日の勉強会では、外国人観光客だけでなく沖縄に住む外国人にも届くよう、多言語での情報発信ではなく優しい日本語での情報発信という提言も出てきました。多くの方々は例えば日本語をゆっくり話す、まあ、あるこの漢字の方に振り仮名かける、それが優しい日本語を思っている方が多くおられますが、実際にそうではありません。例えばこの高台に逃げてくださいと言います。高台というのはこの高いところですよね。高いところに逃げてください、あと避難してくださいというのも逃げてくださいというのが分かりやすいかなと思います。2時間にわたって交わされた議論、これまで見過ごされてきた課題を共有し多角的に考える機会となりました。今回あの津波警報というのがですね、皆さんあのいろんな方聞くんですね。聞いたら本当にいい訓練だったと、こんな 実践型の訓練はないと、今日でおしまいじゃなくてこれから今後どうしていくのかということをやればですね、今回の会は良かったのかな。言語の壁を越えて
命を守るための情報を発信するためにはどうすればいいのか。市場周辺では事業者が協力し合いながら話し合いが進められています。